何時平和を欲さば、戦への備えをせゆは、ラテン語の稽古である。通常、ピース・スルーストレングス、すなわち、強さを通じた平和を意味すると解釈される。この格言の出典は明らかになってはいない。しかし一般的には、ローマ帝国の軍事学者、フラビウス・オヤゲティウス・レナトゥスのイギー・トゥ・アクイ・ディジー・デラット、パーチェム・プロペレット・ベラムの表現を変えたものとされている。 390年頃に書かれたとされる彼の論文、軍の問題に関してに基づく数多くの格言の一つだと言われる。この句が書かれているのは、軍事行動において、準備を万全にしておくことの重要性を強調し、単なる偶然や数の優勢に頼ることを戒めた一節である。したがって、平和を願う者は、戦争の準備をせねばならない。勝利を望む者は、 兵士を厳しく訓練しなければならない。結果を出したい者は、技量によって戦うべきであり、偶然によって戦うべきではないまごこにも、同様の表現が見られ、百戦百勝は、善の善なるものにあらず。戦わずして、人の兵を屈するは、善の善なるものなり。暴行編第三曰く、およそ善の善なる者は、その来たら、ざるを頼むことなく、我にもって待つあるを頼むなり。 その攻めざるを頼むことなく、我に、こうむるところあるべからざるを頼むなり、旧編編第八と、抑止力としての軍隊の重要性を訴えている。いずれにせよ、この格言はさらに以下のような、様々な変形を生むものとなり、多数の言語で様々な考えを表現するのに、使われた。この格言を上げて薄のものとする筆者でも、その多くは、実際の表現を上げることもしない。 ナポレオンの深格化区家、アンドレア・アッピアーニが1807年。例えば、ナポレオン・ボナパルトの外交政策に関して、歴史家のブーリエンヌは次のように述べている。誰でも知っている格言がある。もしボナパルトが、ラテン語に詳しければ、おそらく格言を逆さにして、エス・アイビス・ベラム・パラ・パーチェムと言っただろう。戦争をしようというのなら、平和を育むことで他国を油断させねばならない。 という意味である。あるいは別の解釈としては、平和にだけ備えていると、他国から戦争を仕掛けられる恐れがある。不国強兵を達成するには、国内の統一と安定が不可欠である。などという意味もあり得る。1901年に開発された9ト、mm、ルパラベラム弾。パラベラムという名は、この拳銃用実法を開発した、ドイツの兵器企業、DWM が、 何時平和を欲さば、戦への備えを世う者のモットーとしていたことによる、公戦的な他国を軍備によって抑止し、平和を確保しようという考え方は、20世紀にナチスドイツなど数軸国の軍国主義によって不吉な天気を迎えた。戦争を阻止するには、戦争の準備をするだけでは、不十分で、実際に戦争を起こす必要があるということになった。 アンドリュー・カーネギーが議長を務めた1907年のナショナル・アービトレーション・アンド・ピース・コングレスでは、その何年も前にこの問題を取り上げている。これら陸海の巨大な軍備は、戦争を行う手段ではなく、戦争を防ぐ手段なのだと言われている。しかしもっと安全な道もある。必要なのは、各国政府の同意と善意だけだ。昨今は、平この議会は、民衆に代わってこう言う。 SI ビスパーチェム、パラパクトム、平和を望むなら、平和維持に賛同せよ、と、ありがとうございます。